おはようございます。おはようございます。アレリア、おはようございます。モークさん、おはようございます。カズさん、タイさん、おはようございます。アレリア、今日はやや涼しいです。やや涼しいです。まあ外足では一番の気候かもしれません。ルルさん、アレリア、マルちゃん、もうすぐ仕事。ああ、そうですか。このぐらいの気候がですね、外足に最高かもしれませんね。このぐらいの気候、最高かもしれません。寒くなく暑くもなく、まあ日中は暑いですけど、今は非常に快適です。今日は曇りです。まあ天気の方がいいですけど、でもとても涼しい気候で爽やかで、そうですね、すごく過ごしやすいと思います。納豆さん、おはようございます。今日は9月3日です、まあ、9月3日というとちょっと私事ですけども、今からですね、何年前、今から40年前じゃないですか、1950年前、ごめんなさい、ちょっと今計算してます。1050年、ちょっと計算が合わないですね、すいません。今1919年ですね。41年前ですね、すいません。今から41年前にですね、洗礼を受けた日ですね。洗礼を受けた日、41年前に、洗礼を受けた日が、まあ、9月3日ですね。なんか忘れそうな忘れそうな日なんですが、まあ人の洗礼の日ですから、皆さんは全然、覚える必要はないんですけど、洗礼を受けるというのはですね、まあ、信仰というのは目に見えません。信仰というのは目に見えませんので、まあ、洗礼を受けることによって、ね、私はイエス様の弟子になる、私はイエス様に従っていくという、まあ、入門式みたいなものですね。洗礼というのは証である、イエス・キリストを信じるという証にもなります。そしてそれは自他ともにそのクリスチャンになったという、まあ、儀式になりますね。大事なのは信仰です。大事なのは信仰ですが、まあその目に見える形で、目に見える形でクリスチャンになったという証ですね。ミスターさん、福音派ではなくてカリスマになってください、ね、なぜカリスマ派が大事かというと、霊的なことを、もっともっと知る必要があるからですね。霊的なことを学ぶ必要がある。私も福音派だったんです。実は17年間福音派でしたけど、油注ぎがないために、元気がない、確信がない、喜びがない、信仰はあったけれども何か弱さがあった、まあ、それが17年間の、まあ、福音派の在り方でした。しかしカリスマに変わってから、信仰がこう強くなってですね、確信を得られる、喜びがある、希望にあふれる、霊的なことが分かってくる、霊的なことがいろいろ分かってくる、それがカリスマ派ですね。ですから当然ですね、信仰というのは喜びが必要です。希望に満ちあふれる必要です。神の愛を必要とします。そういうわけで皆さん、ぜひ、
まあ、その宗派が大事なんではありませんね。宗派が大事なのではなくて、信仰が大事です。信仰は大事ですが、でもその信仰を教えてくれる一つの、まあ、なんていうかな、信仰の基準といったらいいのかな、カリスマ派が大事なのではなく、まあ、そのカリスマ派が教えようとしている信仰が大事という、そういう感じでしょうかね。シャンさん、おはようございます。LTL 教会は親族だけで結婚式を挙げられますか？LTL 教会は基本的にはメンバーシップですね。メンバーだけですね。太郎さん、アンリビさん、おはようございます。カリスマは聖書を重んじるのですか？とてもとっても重んじますね。とてもとても重んじます。福音主義ですね。ミスターさん、異言の祈りはどうですか？はい、聖霊派ですから、聖霊派は異言を認めます。聖霊派には主に2つあって、カリスマ派とペンテコステ派、カリスマ派とペンテコステ派がありますが、カリスマ派もペンテコステ派も聖霊派ですから異言を認めます。認めるどころか重要視してますね。アキプさん、派閥はどうしてできるの？まあ、派閥というニュアンスではないですね。派閥ではなくて、信仰のあり方というかな、例えばですね、人間も成長していくときに小中高大、小学校の時もあれば中学校の時もあります。でもだんだん成長すれば高校になり大学にもなります。信仰もそういうところがあります。信仰もですね、成長すればその成長したあり方があるんです。いろんな宗派があるというよりも、信仰の成長のあり方ではないかと私は思います。つまりどの宗派でも信仰が成長すれば本当の真理に近づいていく、どの宗派でもいいということではなく、できるだけ成長している宗派、成長している宗派がいいということは分かると思います。主の祈りは同じですよね。主の祈りは同じです。彦さん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。しかし主の祈りをただ唱えるだけの信仰と、主の祈りを本当に霊的に探って、本当に心から祈っていく宗派ならば、形式的に唱えることよりも本当に霊的に祈っていく方がいいと思いませんか？坂田さん、カリスマの教会に通ってますが、家族だけで結婚式を挙げたいのです。彼も洗礼を受けましたが、両親が仏教です。カリスマの教会に通ってるならば、そこで結婚するべきだと思います。自分の教会で結婚式を挙げるべきだと思います。はい、それではですね、タイトルいきましょう。今日のタイトルはイエス様にとどまろう。イエス様にとどまろう、これはどういう意味ですか？これはですね、私たちはイエス様を信じるようになりました。ゆかりさん、おはようございます。イエス様を信じるようになりました。しかし信じてもまた、信じることをやめる人もいるでしょう。また未信者になる人もいるでしょう。また他の宗派に行ってしまう人もいるかもしれません。イエス様と出会って、せっかくイエス様を信じたにもかかわらず、またイエス様から離れるというのは残念なことです。イエス様ご自身が一番残念でしょう。せっかくイエス様を信じるようになった人が、またサタンに騙されて、また世の中のいろんな誘惑にあって、信仰なくなったり、また間違った信仰に行ったり、これはですね、イエス様にとっては嬉しくないと思います。カリスマの根源は何ですか？カリスマ派の根源はですね、一つの流れがありますね。まあ、カトリックからプロテスタント、
プロテスタントから福音派、福音派からペンテコステ派、ペンテコステ派からカリスマ派、その終わりの時代に信仰が、回復しています。その回復しているステップが今言ったのですね。カトリックからプロテスタントになったのがマーチン・ルターの宗教改革です。そしてそこから福音派が生まれ、そして、福音派からペンテコステ派が生まれ、ペンテコステ派からカリスマが生まれる、一つの歴史的な、信仰の流れがあるんですね。13ハレリア、主イエスの主とはどういう意味ですか。主というのはですね、神様に対する、呼びかけです。英語だとザ・ロード、ザ・ロード、例えば、そうですね、日本語で言えば日本語で言えば殿様みたいな、ね、殿みたいな、それから外国だったらマジェスティ、マジェスティっていうのは陛下みたいな感じかな。ヘブライ語だとそうですね、本当は旧約の神様の名前はヤウェという名前があります。でヤウェっていう名前が神様にはあるんですが、聖書にね、主の名前を緑に唱えてはいけない、主の名前を緑に唱えてはいけないという、十戒の一つがありますよね。そういうわけでイスラエルの人たちはですね、ヤウェというのを恐れてね、ヤウェという神様の名前を言うことを恐れて、アドナイ、アドナイっていうようになったんですね。そのアドナイが、主という意味になります。日本の聖書も、その主という言葉を使っています。主イエスキリストっていうのは神様に対して主ですから、主であるイエスキリスト、主であるイエスキリスト、そういう意味ですね。主、つまり神様に対する呼びかけの言葉ですね。主イエスキリストというのは主であるイエスキリストということですね。主であるイエスキリスト、私たちは神様に対して主よ、主よ、ね、主よと言います。はい、それで話を続けますが、聖書にはですね、この、散ってしまうという言葉があります。イエス様のところに集まってまた散ってしまう。イスラエルの悲劇は、偶像崇拝をして散ってしまうということがありました。バビロンの捕囚の時に散ってしまいました。また西暦70年ローマに滅ぼされてイスラエルは散ってしまいました。それ離散と言います。離散はですね、何て言ったかな、ディアスポラという言葉があります。ディアスポラという言葉は離散という意味で、イスラエルが散ってしまう、神の民が散ってしまう、それは神様にとってとても残念なことです。イエス様のところにたくさんの弟子が来ました。たくさん弟子になりました。しかしイエス様が、私の血を飲まなければ、命がない、私の肉を食べなければ命がないと言った時に、多くのイスラエルの人たちはつまずいてイエス様から去りました。イエス様のところに残った人はわずかでした。その時イエス様はどれほどがっかりしたでしょうか。イエス様を信じてもまたイエス様から離れる人がいるのです。それを散るということですね。散る。でも私たちは、悪魔は、そのクリスチャンを散らそうとしますけど、
私たちは集める必要があります。私と共に集めるものというイエス様おっしゃいました。クリスチャンはイエス様と共に集めるものでなければなりません。散らすものになってはいけません。イエス様の声はマジェスティっていう曲、知らないですね。マジェスティっていう曲は知ってますね。晴れても降ってもイエス様の声はマジェスティは知らない。身代わりの洗礼、それはね、身代わりの洗礼はね、モルモン教かなんかにあるので、プロテスタントにはそれはないですね。身代わり洗礼っていうのはある宗派ではあるかもしれない、ある宗派ではあるけど普通はないです。太郎さん、イエス様の弟子の一人がイスラム教を作ったのですか。モハメッドが作ったんですよ。ムハンマドはちょっと聖書を勉強したりしたかもしれない。でもイエス様の弟子にはなってないと思います、ね、ムハンマドは、アラブ人用の宗教をでっち上げただけですね。宗教をでっち上げただけであってイエス様の弟子ではなかったと思います。シャンさん、私たちは信仰の花で天国に向かいたい。アメン。信仰の花。シーさん、いらっしゃい。それでですね、もう一つ、散るという意味と、それから実が落ちるという言葉があります。果物の木に実がなります。でも、台風が来たり、風が吹いたりすると、実が落ちますよね。せっかく実がなっても落ちてですね、腐ってしまうことがあります。ですからそれはですね、私たちはせっかくの実を、落ちないようにしなければなりません。私たちはいろんなつまずき、いろんな誘惑で、せっかくの信仰を持った人たちが教会へ来なくなるとか、信仰を、なくすとか、そういうことが多々あるんです。多々あります。それはサタンの策略でもあります。サタンは、散らそうとし、また、実を落とそうとします。日本ではとてもですね、それが多いのです。日本はたくさんの人が散って、たくさんの人が信仰の実を落としています。それはサタンが働いているからです。でも神様は、その日本を憐れんで、知らないような、日本、実が落ちないような日本に変えようとしています。神様は、そういうですね、日本を今起こそうとしているのではないでしょうか。ミスターさん、私は原理主義の福音派です。崇める方も同じじゃないですか。崇める方は同じですね。崇める方は同じです。坂田さん、昔の方がもっと信仰に燃えていました。長生きする意味はあるのでしょうか。坂田さん、これからもっと燃える、昔以上に燃える時が来ます。今でも昔以上に燃えてもいいんですよ。太郎さん、キリスト教国のアメリカから銃がなくならないのはなぜですか。やはり銃の悪霊がいるんでしょうね。銃の悪霊がいると思います。イエス様がおっしゃいました。ヨハネ15章、私にとどまり、私の言葉にとどまりなさい。私にとどまり、私の言葉にとどまりなさい。イエス様はただイエス様のところに来て信じるだけではない、それを継続しなさい、信仰を継続しなさい、私から離れてはいけない、私から離れてはいけないとイエス様がおっしゃいました。せっかく救いを得たのにまた救いを失うということはどれほど残念でしょうか。そしてイエス様もおっしゃいました。4つの種の例えがあります。せっかく芽が出ても根がないために枯れてしまう、それはよく理解してないということです。御言葉を理解しないと、
真理を理解しないと結局枯れてしまう、信仰が枯れてしまう。また世の富の惑わし、この世の心遣い、心のこの世の心遣いかなで実を結ばないという例えもあります。つまり、せっかく信仰を持っても信仰の実を結ばないならば残念だということです。ヨハネ15:4-A、 私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。はい、カズさん、いってらっしゃい。原理主義はなぜダメなんですか。福音主義は OK ですよ。原理主義、福音主義は OK ですが、聖霊主義がも必要なんですね。聖霊主義がないとダメなんです。福音主義プラス聖霊主義、それがカリスマ派ですね。なぜ聖霊主義でなきゃダメなんですか。ヒトさん、油注ぎは必要ですか。油注ぎいらないですか。油注ぎ必要ですか、いらないですか。原理主義はその油注ぎを知らないのです。はい、桃の木さん、おはようございます。皆さん、大きな失敗が2つあります。大きな失敗、1つはサタンです。サタンは天使長だったんですね。天使長ってことは、アークエンジェル、アークエンジェルっていうのは要するに天使のリーダーだったんです。天使のリーダーですから、すごい地位ですよね。その天使長だったサタンが傲慢になって反逆しました。ですから、あまりにも素晴らしい地位だったので神様に反逆したために、最悪の本当に、もうそのちょうど逆転ですよね。すごく高い地位にいた天使長が最悪の最低のサタンに堕落しました。それはまさに天使長だった悪魔がですね、その天使長にとどまらないで神に反逆したからです。神に近かったからこそ、神に近かったからこそ罪が重いわけですね。もう二つ目の失敗は何かというと、イスカリオテのユダです。イスカリオテのユダはイエス様の弟子でした。で、十二弟子の一人だったんですね。十二弟子の一人、そして会計係をやってました。会計係をやってて、しかしそのお財布からお金を盗み始めたんです。つまりイスカリオテのユダは、せっかく十二弟子の人にもなったにもかかわらず小さな罪を犯し始めました。その小さな罪がだんだん大きくなって、そして最後にはイエス様をお金で売るようになってしまったんです。せっかくイエス様の弟子になり、十二弟子になり、いつもイエス様と寝起きを一緒にしていたという素晴らしい地位にもかかわらず、その行いにおいてイエス様の心から離れてしまいました。その結果、最悪のイエス様を、奴隷のお金で、銀貨30枚、奴隷のお金で売ってしまうというとんでもない罪を犯しました。その結果、イエス様に、生まれてこない方が良かったと言われました。つまりユダは、イエス様に愛されていたにもかかわらず、地獄に行ってしまったということです。地獄に行って、その大きな罪の苦しみの中に今いるということです。サタンといい、イスカリオテのユダといい、初めは
良かったにもかかわらず、神から離れてしまったわけですね。ですから私たちも今イエス様を信じていても、イエス様を裏切るならば大きな罪を犯すことになるんです。ミスターさん、日々悔い改めます、アメン。坂田さん、旧牧師のようにサタンに負けないようにもっと強くなりたい。太郎さん、サタンが悪魔になったのはイエス様が誕生してから何年後ですか？サタンが悪魔になったのは、天地創造の前ですね。天地創造の前です。坂田さん、イエス様がしていたのになぜ止めなかったんですか？信仰というのはですね、自由意志でやります。だから私たちは自分で選ぶ必要があります。ひろたんさん、なんでイエス様を裏切ると罪なんだ？ひろたんさんは裏切られたら嫌だと思いませんか？ひろたんさんは裏切られたくないと思いませんか？ルルさん、私も強くなりたい。無意識に不安になってしまいます。サタンのつけ込みでしょうか？そうですね。もっともっと、強くなれますよ。もっともっと強くなれます。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人は地獄に行きたがっているんでしょうか？まあ、地獄に行きたがっているわけではないですが、騙されて、サタンに騙されて、地獄に行くということを知らないだけだと思います。タイさん、ニャンコさんの溢れる信仰に基づいた証が、一つ一つ、一人一人に神の愛を知らしめます。主にいつも感謝感謝。アミゴさん、最近犯してしまった罪は何ですか？最近犯してしまった罪、難しいな。何があるでしょう？シャンさん、あなたのイエス様の信仰は多くの方々に神の愛や希望を伝えています。これからも一緒にイエス様を伝道していきましょう。アメン。ミスターさん、カリスマの良いってなぜですか？カリスマの良いってなぜですか？それは聖霊主義だからですね。聖霊主義っていうのは、その聖霊様の働きを知っているといいましょうか、聖霊様の働きを求めている、信仰というのはどうしても聖霊様が必要なんです。聖霊様の働きがないと信仰とは言えないというぐらいです。聖霊様によって私たちの信仰は全うされるんですね。カリスマはキリスト教の派閥の中で一番優れていますか？私はそう思います。そう思います。一番優れていると思います。三位一体ですね。はい、カリスマ派もですね、三位一体です。カリスマも三位一体ですし、福音主義ですね。福音主義であり、三位一体です。はい、そういうわけで皆さん、イエス様は繰り返し警告しています。イエス様は皆さんがイエス様を信じたことを喜んでいます。しかし大事なのはそれを保つことです。イエス様おっしゃいました。最後まで耐え忍ぶ者は幸いです。あ、救われます。最後まで耐え忍ぶ者は救われますとおっしゃいました。つまりイエス様を信じてもそれを最後まで保たなければなりません。今信じても、明日もし信じなければ
それは救われません。信仰というのは、保つことですね。信仰を保つこと、信仰を保ってこそ救われるのです。ですからぜひ皆さん、イエス様にとどまってください。イエス様の言葉にとどまってください。イエス様から離れてはいけません。イエス様を裏切ってはいけません。イエス様にとどまるのです。イエス様にとどまることが大事なんです。大使さん、なんで私たち毎日毎日夢中になれるんだろう。イエス様の栄光に感謝です。アメン。ジデロンさん、日本政府は輸出規制を解除すべきでしょうか。解除すべきだと思いますね。解除すべきだと思います。はい、それではですね、愛さん、おはようございます。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、信じ続けることができた証。イエス様を信じて、イエス様から離れたこともあるけれども、しかしイエス様にとどまっている、とどまってきた証。スタート。イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまることがどれほど大事かということが分かった証。スタート。チャンさん、感謝します。イエス様は私たちの日頃の行いを見ておられ、温かくあなたの、神の愛を私も感じてます。信仰に思いましょう。アメン。マタイの 10-22、 最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。はい、証はないでしょう。ミスターさん、私は洗礼を受けてから主から離れてしました。悔い改めます。アメン。ミスターさん、でも、今主のところに戻ってきました。それが正解です。もうイエス様から離れないでください。イエス様から離れると枯れると書いてあります。ミスターさんはイエス様から離れて枯れてたんではないでしょうか。もう一度命が流れます。もう一度命がみなぎります。ミスターさん、もうイエス様から離れない決心をしましょう。モーカさん、イエス様の言葉にとどまり、イエス様の信仰を保ち、イエス様の愛に日々感謝です。イエス様は信仰を絶やさなければ絶対見捨てない愛の神様なので安心できます。アメン。ボブリキさん、ハレルヤ。私たちが信仰に燃えているのはイエス様からの天国行きの贈り物だと信じています。もっと信仰に燃えましょう。シャンさん、タイさん、本当に真実にイエス様の中にとどまっていなかったら呼吸不全になりますから。そうですね、イエス様のそばにいると、安全地帯です。そして快適です。イエス様から離れると呼吸困難になります。ジュドロンさん、それは間違いです。ユウさん、ずっと信仰から離れていた私をイエス様は優しく迎えてくださいました。本当に感謝します。これからずっとイエス様から離れません。ユウさん、よかったですね。ユウさんもイエス様から離れていたけど、もう一度イエス様が引き寄せてくれました。もうイエス様から離れてはいけません。イエス様にとどまりましょう。アメン。
ふわたまっちさん、恐れるな、惜しくあれ。イエス様のその言葉に私はとどまって生きてこれました。よかったですね。恐れるな、惜しくあれ。ふわたまっちさん、ふわたまっちさんはイエス様にとどまってこれました。この御言葉にとどまりました。素晴らしいです。イエス様にしがみついていきたいです。アメン。そうです、イエス様にしがみつく、イエス様にしがみつく、それが救いです。それが救いです。イエス様じゃないものにしがみつくことが偶像崇拝ですね。イエス様じゃないものにしがみつく、多くの人はイエス様じゃないものにしがみついています。それは救われません。イエス様だけです。イエス様だけにしがみつく、イエス様だけにしがみつく、それが信仰ですよね。キューちゃんの大事にしている聖書ですから、やはりですね、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない。私が共にいる、私が共にいる、この御言葉は好きです、ね、信仰、希望、愛、にゃこさんのものであり、私たちのものです。皆さん、私たちもですね、誰かが、その離れていったり、裏切ったりしたらがっかりします。せっかく仲が良かったのに、その離れ、私たちから離れていったらショックですし、誤解されてね、せっかく、いい関係だったのに誤解によって、嫌われたり、裏切られたりしたらショックですよね。イエス様も同じです。イエス様もせっかくイエス様を信じときながら、イエス様のことを誤解して離れてしまったり、信じなくなってしまったら、イエス様は悲しいでしょう。ですから、私たちは、イエス様のことをよく理解して、イエス様のことを理解して、私たちは、イエス様から離れないようにしましょう。イエス様はむしろますますイエス様に近づき、イエス様にしがみつきましょう、ね、イエス様にしがみつきましょう。はい、それではですね、招きをしましょうね。招きをですね、招き、今日の放送を聞いて、ああ、私はイエス様からちょっと離れていたかもしれない、もっとイエス様に近づこう、イエス様じゃないものにしがみついていたかもしれない、もっとイエス様にしがみつこう、イエス様に対して間違った考え方をしていた、これからはイエス様だけが救い主、イエス様だけが私を愛し私を祝福する方であると、もう一度思い直し、イエス様に立ち返ろう。イエス様に立ち返り、イエス様から離れずに、イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまろうと決心する人、アメンと言ってください。アメン。イエス様にとどまって、いろんな誘惑、いろんな惑わしから離れて、イエス様にとどまろうと決心する人。アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。多くの人がイエス様を信じました。どうぞ彼らがつまずくことがなく、イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまり、
イエス様から離れないようにお願いします。イエス様、どうぞ彼らを守ってください、支えてください。彼らがイエス様にしがみつけるように、しがみ、続けられるように、しがみついてそれを続けられるようにしてください。決して、誤解したり、騙されたり、サタンに騙されてイエス様につまずかないようにしてください。イエス様の教えにつまずかないように、守ってください。サタンから守ってください。サタンから守り、この世の考え方から守ってください。そしていつもイエス様のそばにいることができますように、イエス様の祝福を受けるものとなりますように、また多くの人がイエス様と出会ってイエス様にとどまりますように、イエス様を信じてイエス様にとどまり、イエス様から離れないように助けてください。また日本人は多くの人がイエス様から離れた人がたくさんいます。もう一度戻ってきますように、放蕩息子のようにもう一度イエス様のところにたくさんの人が戻ってきますように、たくさんの人が、教会に戻りイエス様に戻ってきますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、リバイバルというのはですね、たくさんの人が信じる、イエス様を信じることでもありますが、もう一つのリバイバルはイエス様から離れた人たちがもう一度イエス様のところに戻ってくるということでもあると思います。イエス様は、その離れた人をもう一度戻したいのです。私たちはそのことも祈る必要があります。たくさんのつまずいた人が、イエス様につまずいた人が、教会につまずいた人が、牧師につまずいた人が、そのつまずきがなくなって、つまずきがなくなって、もう一度教会に戻る、もう一度信仰に戻る人がたくさん起きると思います。日本にはつまずいた人がたくさんいますから、サタンが与えたつまずきです。サタンが与えたつまずき、イエス様はそのつまずきを取ってくださるでしょう。期待しましょう。期待しましょう。また、夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。ありがとうございました。シャローム。